パイパーは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名パイパーは、アメリカでは、一般的に方望家のパイパーガーナードを指すが、アメリカ公文書は、サヨリカと言命している。同系艦バラオの由来となったバラオハーフビークが、キューバで、パイパーと呼ばれる。公文書の上げる条件と乖離するが、ニュージーランドガーフィッシュや、ハウンドニードルフィッシュの通称も、 パイパーである。バラオハーフビーク、パイパーガーナードパイパーは1944年3月15日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。当初の艦名はサバヒーのハワイ語名にちなみやわの予定であった。6月26日にチャールズ、w ・ウィルキンズ・プジンによって命名、浸水し、8月23日に 艦長バーナード F マクマホン中佐の指揮下収益する。第二次世界大戦の終盤に収益したパイパーであったが、終戦までに3回の紹介を完了し、空襲部隊の救助任務及び、空母任務部隊のピケット任務に従事した。1945年1月25日、パイパーは、最初の紹介で、ボーフィン、ポンフレット、スターレット、トレパンとウルフパック、 マックスモップスマック、S モップスを構成し、小笠原諸島方面に向かった。この紹介では、この方面にある特設艦指定軍を蹴散らして、来たるべき、硫黄島の戦いを支援する、第58任務部隊や B-29 などへの、手助けをする任務が与えられており、この任務にはもう一つのウルフパック、ラガート、ハダック、セネットの、 ラタズ・ランサーズ・ラタ・エス・ランサーズも従事していた。マックズ・モップスはサイパン島に帰港の後、2月10日に洋島近海の担当海域に到着。2月13日までの最初の3日間は何も発見できなかった。パイパーは3月24日までの間、本州南方で B-29 への支援と監視艇探索の任務を交互に実施。 2月25日夜、パイパーは、北緯34度06分統計138度28分、北緯34.100度統計138.467度、34.100138.467の落ち点で2隻の船舶を発見し、2000トン級の船を、浮上来撃により撃沈したと判断した。しかし、 実際に撃沈したのは特設艦指定大美穂松丸であった。紹介の最後の4日間は、九州沖航空船で大破し栄光されている空母、フランクリンへの支援に従事した。3月30日、パイパーは60日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。4月26日、パイパーは2回目の紹介で、オホーツク海に向かった。5月3日に、 オホーツク海の小区に到着し、5月14日から5月25日まで、同海域で紹介を実施した。この紹介で見た船舶のほとんどが様々なソ連船であったが、5月27日、パイパーは、ノームの中2隻の小型商船と思われる目標を探知し、攻撃を行い、その攻撃は2000トンないし4000トン級の貨物船を撃沈したと判断された。 しかし、ジャナックの戦後の調査では削除された。護衛艦が爆雷攻撃を行ったものの、その反撃は大したことはなかった。パイパーは6月4日にショークを徹した。6月13日、パイパーは47日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がエドワード・エル・ビーチに変わった。ビーチはトリガー、ティランテ勤務を経て、パイパーに赴任し、戦後には、 原子力潜水艦トライトン艦長となる一方で深く静かに先行せよなど作家としても有名になる人物である。7月19日、パイパーは3回目の紹介で日本海に向かった。途中、8月1日から4日までグアムアプラ港に寄港して高度な訓練を行った。8月11日、パイパーは 北緯31度52分統計129度49分、北緯31.867度統計129.817度、31.867129.817の古式島近海で2隻の漁船を撃沈し、8月13日に日本海に入った。8月14日に6名の捕虜を救助したが、その翌日、終戦を迎えた。九月九日。 パイパーは46日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。パイパーは、真珠湾を出港し、本国への帰国の途に着いた。10月15日に、コネチカット州、ニューロンドンのニューロンドン海軍潜水艦基地に到着し、続く5年間、ニューロンドンを拠点として活動した。ナッソー、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州を訪問し、ポーツマス海軍造船賞を呼び、 フィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールが行われた。1950年5月2日、パイパーは第6艦隊での任務に向けて地中海へ出港した。任務を終えて帰国すると特別訓練のためグアンタナモ湾へ6週間の巡航を行う。1951年6月、パイパーはチャールストン海軍造船所でフリート種のオける回収が行われた。 続く数年間をニューロンドンを拠点として東海岸沿いを呼びカリブ海で活動する。1955年7月にバイパーは2度目の第6艦隊配備のため地中海へ向かう。1956年1月には再びカリブ海で活動し、3月から9月までポーツマス海軍造船所で後半用ーバーホールが行われた。 1957年7月1日、パイパーは、大西洋艦隊潜水艦部隊司令官、チャールズ・ W ・ウィルキンズ少将の帰還となる。ウィルキンズ少将の妻は1944年の、パイパー浸水時、洗礼を行った。9月にパイパーは、北、大西洋で行われる、NATO の演習に向けて8週間の航海を行う。1958年、 パイパーは1年に及んだ潜水艦部隊の機関任務をシーウルフと交代した。1959年11月6日、パイパーはニューロンドンの出港し3ヶ月の第6艦隊配備に向かう。1960年はニューロンドンを拠点として活動し、1961年2月20日にカリブ海での演習に向かう。この演習でパイパーは シュノーケル潜水艦として1万回目の潜水を達成した。1962年の秋にキューバ危機が発生するとパイパーはカリブ海に展開した。1963年10月8日には再び第6艦隊配備で地中海に向かう。スウェズ運河を通過しパキスタンのカラチで CNTO の演習ミッドリンク6に参加。 その後12月初めに地中海に戻り、続いて1964年2月1日にニューロンドンに帰還した。1964年は大西洋艦隊の演習に参加するとともに、ポーツマスやオランダのロッテルダムを訪問した。1965年の前半にポーツマス海軍造船所でオーバーホールを受けた後、パイパーは10月1日にカリブ海に向けて出航 その後、1966年4月10日に再び、カリブ海に向かう。1966年の残りは、ニューロンドンの潜水学校での任務に従事した。1967年3月22日、パイパーの主電源装置の出力が低下し、水上での活動に制限される状態に陥った。この時までにパイパーは13,724回の 先行を経験していた。5月10日にパイパーは、ノーフォーク海軍造船所入りシフ活性化工事が行われる。6月15日には、アグスマイナス409に、監首変更され、翌日、特別予備役状態として、セロに代わって、ミシガン州デトロイトの海軍予備役兵訓練艦となった。その後、 パイパーは1971年6月にスクラップとして売却され、7月1日に退役、除籍された。パイパーは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。